タナチャンネル始まりました。今回は何をやっていくのかと言いますと、皆さん2年前にカナがカジキを釣ったのを覚えてますでしょうか。その時に、カジキの料理動画だったり、あとはカジキのビルの匂いがちょっと臭いですよみたいな、カナチャンネルでもいろいろアップしたと思うんですけど、あの後カジキのビルを持って実家に帰ったんですけど、その時の動画をずっと編集してなくて、ずっと眠っていたので、そちらを今回は編集してアップしたいなと思うんですけど、そのカジキのビルを持って帰って、その後どうなったのか、今はどんな感じで置いてあるのか、ちゃんと家にあるのか捨ててないのかっていうところもなんですけど、それをちょっとお伝えできればなと思うんですけど、まずはその持って帰った時の様子の VTR をご覧ください。アナ、パパが見たがっとったやつに見せるわ。行くで。はい。おほほ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 ほ。すげえ。ええやん。くさ。ええやん。かっこよない。え？かっこよない。かっこええな。うん。ええやん。それに、ちょっと臭み取ってニスを塗ってほしいね。ああ、このまま？そう、ニス塗ったら臭み取れるかなと思っとんねんけど。そうやな、いいんちゃう。買った、すごいなこれ。ダラダラやろ、めっちゃ。うん。ええやんこれ。これ口？口。こうなんの？そう。あ、すっげ。ええやん。そう。すげ。え、とりあえず塗ってほしいんだけど、いける？うん。臭み取れると思うそれ。これなんか一旦湯がいて、ここからなんかした？してない。そのまんま？ずっと水につけて。で、寄生虫取って、した方がいいって言われた。うん、水に海水かなんかに1週間ぐらいつけて、うん、その中身取れんねんって、身の穴開いとやん、そこ。はいはいはい。それがポロンって取れて、で、ちょっと臭み増しになるって言われて、で、あとはもう天日干し。今ちりめみたいな匂いするやろ。ん？今ちりめみたいな匂いせん？今？うん。そう。それにニス塗ってほしい。作業用のズボンに変えたよ。あ、作業用ズボン変えた。うん、当たり前やんか。アメリカやめた。うん。それで中だけ脱いよ。とりあえず今中先。へえ、うん。なんでなん。え、反対向けるやん、どうせ。うん、反対向ける。うん。どういうこと。こっち乾かしといて。うん。で、今度こっちからの時はこうする。ああ、なるほどな。先じゃん、中に塗っとくってこと。うん。臭み取れそう。臭い。取れるな。取れる？うん、まあ塗らんかい、とりあえず。うん。ちょっとたっぷりと。おお。それ何？油性ニス？うん。油性ニス。それ茶色くなるの色？うん、透明。あ、透明の。うん。乾いたら透明になるってこと？うん。おお。あ、一旦乾かす感じ。ちょっと下の油性とか。おお、うぅぅちょっとよ。浮かんだ。まあでも入れすぎぐらいがいいんちゃう。なんか中の方ちょっとスカスカしとく。うん、皮もそのまま自然でいいか。うん、トライ。うん、え、皮取ったあかん、逆に。うん、それこのビルにラインが絡まった後なんやんか。うん、なんかかっこええやん、傷ある方が。うん、はい、というわけで
アノアとパピーがニスを塗ったりいろいろ試行錯誤してくれてたんですけど、そのままそのビルを受け取らずにカナは関東の方に戻ってきてしまって、で数ヶ月後自分の手元にまたそのビルが帰ってきたんですけど、どんな感じで帰ってきたかっていうのを今からお見せしたいと思います。いきます。それでは3、2、1、じゃじゃん。こんな感じでパピーが作ってくれました。エキサイトって何やろ、分からんけど、エキサイトかな、なんかエキサイトって言ってた気がするんですけど、まあなんとかなんとかフィッシングみたいな、まあ多分最高ですよみたいな感じだと思うんですけど、まあこんな感じので、これもカッティングシートでカジキを、見えるかな、この塩のカジキをパパが作ってくれて、でここもなんか写真を現像して、わざわざ現像して入れてくれて、でビルはこんな感じでしつけてくれました。まあ、これはなんか何やろ、ラインでこう後ろから穴開いてひっついてるんですけど、すごいもうめちゃめちゃかっこいい仕上がりになりました。でこの釣った日付と仙台湾とか、あと体重まで書いてくれてるんですけど、まあ、実際その帰ってきて測った時は確か 47.4kg ぐらいだったと思うんですけど、なぜかパピーと8って書いてて、なんかまあ間違えてると思うんですけど、まあでも血抜きとかした後だったんで、まあ実際釣った時にはこれぐらいあったのかなっていう感じなんですけど、まあでもこんな感じでかっこよく仕上げてくれて、今は玄関に大事に飾ってあります。なんかすごいいい思い出な感じで、ちょっと数ヶ月ぶりなんですけど、ちょっと匂ってみたいなと思って、ちょっと匂いたいと思います。なるほど、こっちがこっちだとこっちの方がちょっとだけ臭い。でももう最初のもうすごい匂いは全くなく、まあちょっとちりめんみたいな、ちりめんをだいぶ薄めたぐらいの匂いなんで、まあ全然虫がたかることもなく家に飾れる程度の匂いです。でこの辺とかも全然匂わないんで、こうめっちゃ匂ったら匂いがしますというわけでこんな感じでパピーが作ってくれたよっていうのをちょっと報告したくて動画を撮りました。はい、ということでちょっと今回の動画は以上になるんですけど、結構気になられてメッセージとかくれてた方もいらっしゃったので、まあそこも気になるんやなと思って、そういえばかなもビルのその後をアップしてなかったなと思って、もうだいぶ数ヶ月経ちましたけど、もう数年約2年前ぐらいかなに釣って、まあなんでだいぶ時間は経っちゃったんですけど、こんな感じで大事に置いてるよっていうのをちょっとご報告したくて動画を撮りました。はい、よかったら皆さんもこんな感じで加工してみてはいかがでしょうか。めっちゃ思い出に残るのですごいいいかなと思います。はい、ということで今日はそんな感じの動画だったんですけど、いかがだったでしょうか。また次回の動画も見ていただけると嬉しいです。今日も最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画もお楽しみに。そういえばこの前パピーが手作りのヒョウ柄マスクを送ってくれたので、ちょっとレビューしたいと思います。じゃん、かわいい。あ、見てください、これ中がタオル生地になってて、ほらで、こんな感じです。あ、でこれ耳自分の大きさにつける的な感じかな。ちょっと結んでみよう。
え、なんかちょっと大きない？大丈夫？よし、はい、いきます。どっちが上やろ。こっちかな。つけたいと思います。あ、ちょっと待って、めっちゃいい匂いする。あ、待って、大きいと思ったらめっちゃいい感じや。ほら、え、待って、めっちゃいい匂い。多分洗濯してくれたんかな。これほら、耳もなんか全然きつくなく。ちょっとこれ見えますかね、ここめっちゃヒット、めっちゃヒット。え、めっちゃいいやん、最高。だって中タオルやから、もしこう今からの時期暑くなってきても、なんていう、汗とかも吸い取ってくれるから。あー、めっちゃいいやん。さすが、さすがカナのあのセンスを分かっとるな、パピーは。さすがです。ちょっと使わせてもらいます。はい、ということで、めっちゃいい匂いするわ、びっくりした。というわけで動画の最後にちょっとこのマスクのレビューをつけてみました。ありがとうパピー、バイバーイ。